皆さんこんにちは、アベラのマサです。今回は多くの方々とコラボレーションをしていったんですけれども、まずは10のアベラのコンセプトサロンの代表の人たちとコラボレーションをしていきました。それぞれのブランド、あとはそこで働くアーティストたちなので、こうエネルギーの高いイベントになったんじゃないかなと思います。メイクアップはマックのルミコさんチーム、同じ理念を持ってる部分があったので、アベダ、マックの力がこう融合したとっても素晴らしいヘアメイクになったと思います。マックシニアアーティストの池田です。よろしくお願いいたします。ポイントはメイクとしてはやはり個性も生かすっていうところで私は理解をしております。そうしますと、やはり あまりこう乗せすぎない、いかに溶け込めさせてその人の元々の美しさを表現するかということがポイントになっているかなと思っております。もう一つ、スタイルの滝貞大阪の方たちとコラボレーションをして、モデルさんの衣装だったり植物の土となる培地の部分を提供していただいたりとか、お互いこう SDGs を元に考えて新しい挑戦をすることができました。すっごく素敵なので皆様楽しみにしていてください。スタイレム滝貞大阪株式会社の谷田と申します。生地の方はですね、リサイクルのポリエステルを使った素材をメインに使用しておりまして、培地の方はプラスグリーンプロジェクトというのを今年から始めています。従来廃棄される繊維をですね、リユースして、その培地に植物を植えて緑を増やしていく、そのようなプロジェクトでございます。スタイリストたちの衣装はアセンダーの川口さんという方たちと、かっこよくて機能的で本当にこう作業もしやすくて、そういった方たちともコラボレーションをして、とっても素敵な時間になっちゃいました。アセンダーの川口と申します。今回衣装を作らせていただいた時に、スタイリム滝貞大阪さんの素材を使ってるんですけど、 SDGs についてすごいやっぱり開発を含めてやってるので、そこに対して僕も極力そういう素材を使ってデザインを出していく。今回、アベダのイベントのテーマはインスピレーションオブアベダというテーマを掲げて、全体の世界観もそうですし、モデル一人一人、あとはデザイン一つ一つ、全て、このグラントビューティーというアイデアを軸に制作をしていきました。一つのものを、作っていくという、素晴らしい作品に、なっておりますので、ぜひぜひ楽しんでみてください。